クソ漏らすことを、クソ漏らしてもいいや。恥ずかしいことじゃねえ。おめらクソ漏らしたことある？俺そういえばあれだったな、今思うと。結構クソ漏らしの人生だったけど、初めて、ま、漏らしたっていうか、なんでだろう、小学校の時にさ、うんちがさ、やっぱトイレでできなかったんだよ、俺。そういう人いるじゃん。てか多分、男子でうんちしてる人俺見たことないんだよね、小学校の時に。で、ゆえにさ、俺どうしてたかっていうとさ、体育館の裏の茂みでうんちしてて。で、むしろさ、要はなんかさ、みんなにバレたくないからとかっていう気持ちは、わかるんだけど、そっちの方がバレたらやばいじゃん。お前茂みでうんちしてんのかよみたいなさ、絶対なるじゃないですかそれ。なぜでも俺はそっちのリスクを犯してまで茂みでしたんだろう。ほんとわざわざ。どうやって拭くの？あのね、マイクラでさ、あの湖とかに浮いてる水蓮の葉っぱみたいなんじゃん。で、それのなんかさ、湿地に生えてるバージョンあるでしょ。あのカエルの、カエルが乗るやつ。それで拭いてたわ。ベロンって。そう。ちゃんと折りたたんで、なんかビニール袋でさ。まあね。まあでも、うん。いい肥料になったんじゃないかなって。いや本当でも男子たちどうしてたんだろうな、マジで。なんか青いの見えんな。なんだ？ん？水か？なんか今青いの見えたぞ。これなんだ？これ、ね、これ。トリバードか。しょうがないな。じゃあこれまたちょっとあれすっか、いつもの得意のあれしますか。じゃああれか、みんなどうしたの？できないとき我慢してた。自分を犠牲にしてたんだ。家でしてた。家に帰ってした。まあ、証拠はやめ、おい、もうなんでこんなことになんの。それで漏らすとさ、余計になんか変に注目を浴びちゃいそうで嫌だよな。授業中にトイレに行きたいって言って、コナミのスピードで大して戻す。あははは、なるほど。ちょっとあの、ガス抜きみたいな感じだな。ああ。なるほど、なるほど。本当は、先っちょだけ出して、おしまいみたいな感じのパターンか。ああ。なるほどなるほど。あ、スイカだ。ちょっと取っとくか、スイカ。ちょっとなんかこの、あ、もうお腹が空いてる。スイカシャクシャクすっか。あれってさ、学校の教員とかでもなんか問題になんねんのかな。うちの生徒たちが、我が校の男子たちは、おお、やった。我が校の男子たちはトイレに行かないって剣について。ちょっとどうすんだよこれ。金ブロッカーちょっと取れんな、これ。諦めよう。あー、ワンチャンいけねえかなこれ。14じゃ無理か。この金ブロックちょっと欲しいけどな。まあいいか、仕方ねえな。そのせいで小学生が便秘が多いってニュースになってた。ああ、やっぱそうなんだ。だよな。なんとかなんとかしてあげてよな。すげえつらかったもん。俺はもう便秘になりたくないから体育館の裏の茂みだったけども。昼休みにな、わざわざ昼休みにな。
あと小学校ってさ、うち全部和式だったんだよ。しかもね、それも嫌だったわ。というか今どうなの、もう今クーラーとか暖房ついてるとこが増えてきてるらしいな。俺にとってはありえなかったけど、和式だよねあれね。和式慣れしちゃうとちょっとねあれなんだけど、俺もう若干最近和式慣れしてきちゃってさ、和式のポーズじゃないと辛いんだよね。なんかあ、なんか直腸まで出ねえみたいなさ。スイカだよね。そう、まあまあいわゆるあれだな、何度これガーゴイラー、ガーゴイラー待つになんないと。私立高校だったけどウォシュレットがあった。すげえ、学校でウォシュレットすごいな。なんか神殿ねえか、神殿。